オープン。皆さんどうも、キッコウジです。それではですね、今回は Be My Baby を作っていきたいと思います。あ、すいません、料理の二三流児でした。はい、最近ね、ネタ切れですね。無理にやるなっていう話もあるんですけども、今日はちょっと酔っ払ってるので、あんまり若い子がわからないネタをやってしまいました。はい、まだ寒いですからね、鍋を食べて温まっていただきたいと思いまして、今回はですね、レタスを使ってレタス鍋っていうのをねやってみたいと思います。これがね、なかなかあんまり皆さん見たことないような鍋だと思いますので、ぜひね、やっていただきたいなっていうふうに思います。材料紹介です。鶏肉です。180から 200g ぐらいです。あとレタス、レタスがですね 200g、 今回ちょっと多いです。240か30ぐらいかな。レタス1/2玉、これはね、できればグラム測っていただいた方がいいかな。ニンニクは2かけです。私は、特別な訓練を受けておりますので、冷水状態でもレタスをカレーにカッティングすることができます。はい、こんな感じで切ってあげてください。こんな感じでね。どうですか、レタスっていうのはですね、ほとんどが水分なんですよ。クタッとなりますから大丈夫です。はい、ニンニクはね、皮もね、見てね、ちょっとね、トントントンとやって、潰しておいてあげるといいですね。スライスでもいいんですけども、粗みじんで、こんな感じで、はい、こんな感じでね、はい、はい、こんな感じでスライスしてあげてください。はい、こんな感じですね。こいつはですね、お鍋だから、ちょっと小さめのがいいですね。こうやって半分に切りまして、小さめの一口大に切っていきます。はい。はい、こんな感じですね。この上にですね、鶏肉をもうごっそりと、ニンニクももうごっそりと乗せていきます。はい、鷹の爪です。これはね、辛いのが得意な方はいっぱい乗せてもいいんですけども、だいたいね、1本分ぐらい、コンソメで小さじ2入れますね。で、まあなんかこの縁の方からね、入れてあげてください。はい、ね、こんな感じでね。お水は 180cc、 ここら辺からね、入れてあげてくださいね。これオリーブオイル、はい、こちらオリーブオイル、エキストラバージョンオリーブオイルです。これをですね、なるべく高いところから入れてください。はい、こうすることによって、ジップからオファーが来るかもしれません。大さじ2です。美味しそうですね。オリーブオイルの CM 来ちゃうかもな、これ。はい、こんな感じですね。はい、高いところから入れると跳ねやすいから気をつけてくださいね。中火でね、15分煮るんですよ。蓋をしますね。15分煮込んでいきます。煮込んでる間にビール飲んでいきます。はい、ということでですね、15分煮込んだものがこちらになります。オープン。いい感じですね、これね。でね、ニンニクとかはね、かなり蒸されてるんで、スープにつけてあげると、かなり香りがね、移りますんでね。はい、こんな感じで、鳴らしてあげて、やっぱね、唐辛子の赤がすごく生えて、切れて美味しそうですね、すごくね。黒胡椒を振ってあげて、サラダ油をちょっと、かけてあげると料理できるっぽくなるんでね。レタスの洋風鍋の完成です。こうやると洗い物が少ないんですね、これね。時短レシピですからね、これね。いいですね。早速食べていきたいと思います。レタスがね、くたくたです。あんなにこんもりあったレタスがね、こんなにね、くたっとなるんですよね。このくたっとしたレタスがね、また最高なんです。うん、最高っすね。鶏からもすごくいい出汁が出てます。で、コンソメペーストなんですけども、オリーブオイルも、ニンニクも、入っておりますので、唐辛子も入っておりますので、結構ね、パンチの効いた、スープになってます。クタクタになってるレタスがすごくね、出汁を吸ってね、ものすごくね、美味しいんですよ。トロトロのレタスが最高なんだな。もちろんこのままでも美味しいんですけども、ある調味料をひとたらしするとバッキるんですよ。これ醤油です。このお醤油をちょろっと、これでね、全く別の鍋になるんですよ。ちょっとびっくりするから、この醤油はね、やってみてください。これね、本当にびっくりします。全然違うものがありますので、いただきます。うん、うまっ。これね、ツイッターでもね、結構話題になったレシピなんですけど、この醤油のひとたらしでね、もう全然世界変わるんですよね。これ非常に美味しいんです、これ。うん、やっぱ醤油ってすごいんだなっていうのが、皆さん分かると思います。
うん、締めのやり方も皆さんに伝授させていただこうと思います。全部食べます。ちょっとお待ちください。残りのスープがございます。こちらにね、ここにですね、茹で上げたスパゲティ、ちょっとね固めに茹でたスパゲティ、こいつを入れていきます。はい、締めにねスパゲティってね、あんまり皆さんやらないと思うんですけど、これねスパゲティ 100g 入れましたね。このねスープがねペペロンチーノベースなんですよ。非常に合うんです。少しね煮込んでいくんですよ。お醤油ね適量加えてください。これは味を見ながらで大丈夫です。これでね和風スープペペロンチーノになるんですよ。はい、これぐらいね沸かせたら追いパセリをね振ってあげましょう。はい、それではですね食べていきたいと思います。いただきます。うまいぞこれは。いや本当に美味しい。これはねこれうまいわ。パスタって煮込むとこんな美味しいんだなって感じると思います。これで煮込んだら何でも美味しいだろうって感じですね。雑炊にしても美味しいです。これパスタがでも一番合うかもしれないですね。これねパスタがね固めに茹でて、でこの白を吸ったパスタね、これほんと絶品です。お店で来ても全然おかしくないです。このね締めもねぜひ皆さんね味わってほしいですね。これ非常に簡単にもう煮るだけですのでね、材料全部入れて煮るだけで、こんなに美味しいねスープの鍋が食べれてしまうので、締めのですね、おしゃれなパスタも食べられてしまうというですね、非常に実用的な鍋になっておりますので、ぜひ皆さんこれ本当に美味しいんでぜひやってみてください。はい、ということでですね、皆さん動画がね良かったとかね美味しそうだなとか思っていただいた方はぜひチャンネル登録または高評価、よろしくお願いいたします。